マリーは10歳なんだけど、お友達からね、なぜだかね、古臭いなって言われるんです。やっぱりね、自分でもね、思うんだけど、同級生と一緒にいる時よりも、山口のおじいちゃんとかおばあちゃんとかとね、昔のことを教えてもらったりして過ごす時間の方がね、楽しかったりします。昭和のことがね、だからすごく詳しくなってきたんですよ。でね、おじいちゃんおばあちゃんたちとするね、ゲームがあって、好きなゲームはね、ちっちゃいね、三角のいろんな色が綺麗な赤とか黄色とか青とか緑とかのダイヤモンドゲームっていうちょんちょんってやるゲームがね、すごく好きで、で、オセロとか人生ゲームとかも家族で一緒にやります。テレビゲームよりね、そっちのゲームの方がすごく好きです。お菓子食べながらみんなでね、冬だったらこたつの中でね、やったりね、こたつに足突っ込んでみんなでやったりとか楽しいなって思います。でね、アニメーションもね、なんかね、昔の分の方がね、楽しい見てて。バレーボールのね、アタックナンバーワンとかね、あとね、マッハ555っていうレースのね、漫画とかね、あとね、タイムボカンシリーズとかビデオで見せてもらったからね、いろいろね、昔のね、アニメはね、知ってます。楽しいから、知ってたら見てみてね。すごくね、思い出があるのは、デパートの屋上の遊園地です。2歳下の妹のメリーちゃんと、エナメルの靴を履いてお揃いのワンピース着てね、行った思い出がね、すごくあって、あの写真を見ると楽しいな。マリーちゃんには、メリーちゃんの他に8歳下のカンちゃんって弟がいます。まだちっちゃいんだけどね、すごく2人で可愛がってます。で、お父さんはね、中学のね、音楽の先生でね、お母さんは幼稚園の先生をしてたので、ちっちゃい頃から家にピアノがあって、3歳ぐらいからすごい触ってました。でね、お父さんはね、花火大会に一緒に行ったりとかしたらね、花火の歌をね、作ってみようとかって言われて、で、花火の歌を作ったりとかね、お花の歌を作ったりとかね、なんかね、歌を作ったりすることが結構多くて、だから今歌を作ったりするのが好きなのかもしれないね。でね、うちのお父さんがマーチみたいな元気な曲をね、三拍子で弾いてみようかとか、すごく明るい曲をね、悲しく弾いてみようかとかね、そんなことをね、言ったりするので、面白くてそういうのをいろいろ弾いてました。だからね、楽譜の通りに弾くよりもね、自分で思うように面白おかしくね、崩して弾いたりするのがね、好きです。だからグレン・マリーの曲はそういう感じのね、曲が多いかもしれません。